プロキシ様、ご友人が B 棟の屋上に留まっていた可能性があるのなら、まずはそこを目指すのはいかがでしょう。そこに向かってしまっていいのかい？そちらの仕事に支障がないといいけれど。お気遣い痛み入ります。ですがあなた様は私どもがもてなすべきお客様でございます。何よりも優先するのは当然のことかと。ご友人が安全である確証がないのですから、なおさらことは急を要します。捜索の途上、私どももメンテナンスを行うことができれば、それが効率としてはベストでしょう。ガイド様、バレーツインズの見取り図をご確認くださいまし。ご覧の通り、お客様と私たちの現在位置は A 棟の入り口ですわ。こちらのキャロットを見る限りは、 B 棟までアトリウムの長い渡り廊下を行く必要がありますわね。皇帝、エージェントが提示した情報は確かなものです。そこを目標地点とすることをお勧めします。案内は僕に任せてくれ。それじゃ出発だ。は、御意に。バレーツインズ A 棟への侵入を確認。2回目とはいえあんまりいい感じはしないね。前みたいに照明の方に進んでこ。出発しましょう、プロキシ様。またこいつらに出くわしたね。ご心配なく、落ち着いて照明へと向かいましょう。照明設備は間もなくでございます。ないけど一応は追い払えたね。安心して進めるよ。どうやら A 棟の中心部に到着した模様です。アトリウムへ向かうにはこの扉を突破する必要がございます。以降のエリアはかつて VIP だけが入れた場所でした。認証デバイスがないか探してみましょう。
認証デバイスってこれかな。はあ、一個じゃダメなの？スイッチ反対側かも。省エネで行こう。触れるべきではありませんわね。やはり触れるべきではありませんわね。触れるべきではありませんわね。反対側かも。省エネで行こう。凛ちゃん、変わりましょう。
受け取ります。追い恐怖を受け入れます。お金持ちってこういう回りくどいのが好きなのかな。はあ、だから嫌なんだこの仕事。こいつらまた来たの？お兄ちゃんガンバ、もうすぐ着くよ。ビルのセキュリティアクセスを検出。少々お待ちください。アクセス進捗 30%。 赤外線カメラの視界と同期。アクセス進捗 60%。 カメラのフラッシュを強制起動。なるほど、カメラのフラッシュ効果てきめんだね。フェアリー、巻きでお願い。アクセス進捗 100%。 システムを完全に掌握しました。おお、赤外線カメラだからはっきり見えるね。この新機能を暗視モードと呼称してはいかがでしょう。このモード中はカメラを通して視界を動かせます。視界の移動中はフラッシュで敵を追い払うこともできます。ナイスフェアリー。お兄ちゃん動いてみて。
消えた。これすっごくいいよ。まだ別のドアがあるの？ちょっと調べてみよう。黒騎士様、身振りを拝見する限り相手に敵意はない様子。この地に安寧をもたらした我々に感謝を表し、道中にて便宜を図ってくださる模様です。推察した通りでございましたね。これで先に進めるね。暗視モードからの復帰プログラムをロード中。 99%、 100% プログラムのロードが。まずイアスに戻ろっか。これからはいつでも使えるしね。モードの出番だね。え、またチカチカしてる？コインを支払いました。認証成功。ドアが開きます。皆様、戦闘時はビルの設備を傷つけないよう留意してください。ああ、それはきっとカリンに言ってるんですよね。あらあら、考えすぎよカリンちゃん。ああ言っているけど、別にお給料を減らされたりはしないわ。カリンが心配してるのはそれではなくて。恐怖を支援します。やっ素人が一切の障害を相当いたします。畳みかけます。
やっ、つけ。避けてください。もう私頑張ります。 お使いいたします。何だ見つけた。は、存分に震えてくださいまし。準備完了。お急ぎを。準備できますか。畳みかけます。進路を測定するから、そっちは休んでていいよ。また明かりがチカチカって、気のせいじゃないよね。ここに来るまでも何回か点滅してたけど。そうでしたか。確かに何度もあったね。やっぱあの噂本当だったり。噂って何のことだい。なんだ、聞いたことないの。エレンさん。あ、これ言っちゃダメだった。ボスがブリーフィングでよこしたやつ、長すぎて読んでないから。でもリナがいるんだし、よくない。もしプロ騎士が知りすぎちゃってもさ、パパッと勝たしてくれるって。その勝たしてというのはどういう。エレン、カリンちゃん、お客様にビクトリア火星のお仕事を誤解させてしまうでしょう。ガイド様、私から改めて説明させてくださいまし。このバレーツインズで最近心霊現象が起こるという噂はご存知でしょうか。ついこの間誰かさんから聞いた気がするな。実はバレーツインズがホローに飲み込まれた時、有名な舞踏家の姉妹がこの場所で命を落としてしまわれたのです。以来姉妹の怨霊はバレーツインズの主となり、不届き者が足を踏み入れれば明かりを点滅させて警告するのだそうですが、それでも出て行こうとしない者には停電を起こして闇を作り出し、その魂を刈り取るため暗がりから姿を現すのだ。そのような噂があったのもかつてのことだったのですわ。最近になってここで噂と同じ境遇に遭われたという方が現れるまでは、ご主人様はバレーツインズが事故物件という名の不良債権となることを危惧されましたわ。そこで表向きには設備のメンテナンスとしつつ、真相の究明を私たちに命じられたのです。それがバレーツインズに来た本当の目的だったのか。プロ騎士様、当初は私どもとしても
この噂をヨタ話の類だと思っておりました。ですが先ほどの状況を鑑みるに停電に関しては本当なのかもしれません。これは新たなリスクになり得ます。ビートへと通じるアトリウムの入り口には防火シャッターが設けられており、停電によって自動で閉じる仕組みになっているのです。ご友人を捜索する上で経路が遮断される事態は極力避けたいところ。一刻の猶予もございません。先を急ぎましょう。監視モードの出番だね。あの辺りは照明がついてますね。よかった。けどアトリウムはまだまだ先だね。照明がそこまで持ってくれるといいけど。停電したら超面倒よ。急ごう。ギギ、また照明が。頑張ってくださいまし。もうすぐさ。暗視モードの出番だね。するペースなんか速くなってない？プロ騎士様、もう一息でございます。皆様、すぐにアトリウムです。即戦即決で参りましょう。畳みかけます。
素人が。いや、気をつけてくれ。またエーテリアスだ。もう私から。隠れて。止めてごらんなさい。準備できますよ。存分に震えてくださいまし。準備完了。気をつけてください。かしこまりました。見つけ。イエス、マスター。おい。見つけ。素人。なんとやばい。汚れを排除します。点滅がより頻繁に。急ぎましょう。ガイド様、お守りしますわ。こちらへ。階段はお任せを。頑張ります。ガイド様、お怪我は？アトリウムはすぐそこだ。一歩遅かったようです。シャッターは閉じてしまいました。そんなあと一歩でしたのに。カリンちゃん、お顔を上げて。どんな時もお客様を安心させるのがメイドの責務でしょう。誰かシャッターの開け方を知っている人はいるかい？手動の開閉装置があるかもしれませんわ。あたりを見てきますから、少しだけお待ちくださいまし。リナ、そんなめんどいことしなくていいって。鉄でできてるからまあまあ頑丈だけどさ、私とカリンちゃんなら穴開けるくらい余裕だから。それが一番簡単だろうけど、この建物は君たちの雇い主のものだろ。本当にいいのかい？へえ、もっともなこと言うね、プロ騎士のくせに。ご主人様的には噂さえなんとかできればいいんでしょ。誰も言わなきゃバレないんだしさ。注意、建物に構造的ダメージを与えることは推奨できません。アトリウムは2棟をつなぐ唯一の実体ある構造物ですが、フォローの影響下のため不安定な状態にあります。ひとたび強烈な衝撃を受ければ局所的な構造変化を生じさせてしまう可能性があります。プロ騎士様、確認してみたところ、手動でシャッターを動かせる装置は渡り廊下の向こう側に設置されておりました。誠に遺憾ながら現時点でここを通る術はございません。
ここは一度離脱し休息を取りましょう。ビクトリア火星は必ずや停電の原因を究明し、ここを通る方法を見つけてご覧に入れます。